こんにちは、くつなです。これからラーメンを食べていこうと思います。いただきます。今日食べているのは家の近くにある家系ラーメンをテイクアウトしてみました。麺の硬さ普通、味の濃さ普通、油少なめです。家系ラーメンを食べるのはこれで、人生で2回目なんですけど、まあ、ラーメン自体そんな食べる方ではないので、 というのも私ラーメンを麺をあんまりすすれなくて、うまく首にタオル巻いてんのもすすった時になんか飛び散る、服に飛び散るからなんですけど、うまくすすれないからなんか食べるの遅くなっちゃうんですよ。でもそのラーメンって汁吸ったら伸びていっちゃうじゃないですか。でどんどん増えていくじゃないですか。なくならないんですよ、一生ラーメンって。だしなんかそうやって伸びちゃうから急がなきゃって思うのが嫌で、あまり自らは進んで食べないんですけど、でも今回は、そういうちょっと不得意な食べ物も頑張って食べていこうという企画です。ちなみに飲み物はみかんジュースです。みかん 100% のジュースです。ローソンで見つけました。やっぱりみかんは 100% じゃなきゃ。割った時、煮卵だった時ってすっごい嬉しくないですか。煮卵なんですよ、割ったらちょうどいい加減で茹でてくれてるのがすっごい、 ありがとうって思います。これ煮卵作ってくれた人に、ここら辺からもうお腹がだいぶきてます。もう結構食べたと思うんですけど、やっぱり減らないですね、ラーメンは。
ゆっくり食べよう。ゆっくり食べようね。おいしい。美味しかったです。ごちそうさまでした。